流年寺は、愛知県と橋市にある、総統州の仏教寺院。三号は、吉田山。本尊は十一面観音。一式寺への悲観で、牛久保一式城主及び、今橋城の初代城主であった、牧野古白入道の追善供養のため、この信成が創建した寺である。神宮寺、御神寺とともに、吉田三家寺の一つとされ、総統州の東三河における、 中核寺院である。1945年の豊橋空襲で山門を除く全伽蘭が炎上し、唯一残った山門が豊橋市の有形文化財に指定されている。解散には二説ある。一つはかつて存在した寺院跡地に大英初年頃に吉田城主、牧野信成が暴風、紅白のために安み屋集を小解山で開かれたという説である。 今一つは、協力元年に、尾張国カスガ軍大、草山復元寺の生前堂、和尚を解散とし、上主、牧野信成が、暴風琥珀二十三回帰の追善のため、休み屋週刊和尚により始められたという説である。いずれの説にしても、牧野信成が、暴風琥珀入道追善供養のため、休み屋週刊和尚により開かれた寺である。牧野信成は、 三河国岡崎城の松平清康によって、吉田城の対岸の地である、彫軍下地に火を放たれたために、城のある、厚見軍側から豊川を渡って、彫軍側の下地へ出陣し戦死して果て、また、当時へ葬られた。この時点では、牧野市の菩提寺であるに過ぎなかった。街道一の弓取りと謳われた、今川義元は、桶狭間の戦いで応死し、部下であった。 松平元康は自立した。これに起こった後継ぎの今川氏真は、吉田城代を原薇非然守る茂真に、松平側についた人質の処刑を命じた。これを A64 年、当人口で処刑を行った。一説には、串刺しという。埋葬されたのは、寺から離れた中野神殿で、後に十三本塚と名付けられたという。ただし、その十三本塚の場所は、 遺設が多く特定が難しい。その松平元康も、徳川家康となお改め因縁の地の下地の西岸寺で、牧野家の近銭を馬印にしときの天皇より、聖位大将軍の宣言を受けて、天下太平の世が築かれると、三河国吉田城下で吉田山隆年寺は、流星を誇った。松寺三十六、達中四人を養し主院二十五国、 高徳寺に0国を合わせると45国を有した。吉田参加寺に数えられ、神宮寺、御神寺と共に、三河吉田藩では代表する寺院であった。寺院の広さに目をつけられ、1873年羅藩堂を小学校に用いられた。日清戦争の時は、不慮収容所として用いられた。1929年には、胸の専門騒動が開設され、 多くの修行像を送り出した。そして、豊橋仏教会経営の幼稚園を経内に移して、1939年留年時の経営にした。1945年6月、豊橋空襲に遭い、山門を除く禅画廊が炎上した。山門は、経内の南端で、広小路通り五丁目の方面へ向いている、悟る経営院の隣である、豊橋市の文化財。 豊橋市美術博物館。2013年6月17日閲覧。13本塚の1話一説によると、県立自習館高等学校が所在すると、豊橋市、富本町である。13本は、13本であるが、これを、富本と読んだという、ありがとうございます。